黒田社長が影響を受けた経営者の方がいらっしゃるというふうに伺いました。その方とのエピソードといいますか、思い出に残っている一言を聞かせてください。私が本当に影響を受けたっていうかね、尊敬してる先輩とか経営者ってたくさんいらっしゃるんですけど、その中で一人紹介するとすれば、やっぱり私が GE の時に仕えていたジャック・ウェルチという当時の CEO ですね。ジャック・ウェルチって世界最強の経営者ってその頃呼ばれていて、日本に来ると日本の経団連の社長さん、会員の社長さんたちが300人ぐらい列使ってサインを求めるっていうようなね、そういうぐらい経営者だったと思いますけれど、ジャック・ウェルチと本当に身近に接する機会を持ったっていうのは、 GE に行ったことの私すごく大きな、メリットだったと思ってまして、である時ですね、私が GE の幹部研修に呼んでもらってアメリカに行ったんですね。世界中からその、幹部クラスのマネージャーが集まって、直々に、ジャック・ウェルチ、他の GE のトップの経営者から、いろんなことを聞いたり、研修をしたりっていうね、そこに行ったんですけど、ある時ジャック・ウェルチがそのクラスの中でこんなこと言ったんですね。君たちね、俺60人ぐらいいたと思うんですけど、君たちね、組織を動かすってどういうことか分かるかって彼は言ったんですね。組織を、今振り子で、例えば振り子の、球がここにあるとすると、ここまで持ってきたいと思った時に、ここを目標とするって言ったって、絶対組織はそこに来ないんだと。で、振り子のここに組織を持ってきたいと思ったら、もう正反対ですよ。振り子の逆、会社をこっちまで振るんだと。もうこう言わなきゃダメだと。振り切る。もう振り切る、もう全く180度反対の方向に持っていくんだと言わない限り、舵切ったって大きな、戦艦は変わらないと。で、それも1回言っただけじゃダメで、10回繰り返せと。10回では100回繰り返せと。この組織をこっちまで持っていくんだって、10回100回言ったら、ようやく組織はここまで来るんだ。特に GE みたいに、当時35万人ぐらい全世界で社員いった大企業ですから、 GE みたいな大企業を動かそうと思ったらね、そうやんなきゃダメなんだ。経営トップがもうやっぱり自分の思いを組織に浸透させるには、もう繰り返すしかないんだ。繰そりれ返しも伝えると。分かりやすい極端なメッセージでないと人の心には伝わないねってのが、やっぱりその時にそれを聞いて思ったことですよね。だ、じゃあ自分が社長になってね、そういうことができてるかっていうと、まだ全然やっぱりそこまで極端に私ジャック・ウェルチにってできないんですけど、でもやっぱりなるべくメッセージは分かりやすく、同じことを繰り返し言うっていうのがね、今でも心がけてやってることではありますね。またジャック・ウェルチさんの言葉で座右の銘になっている言葉もあるというふうに伺ったんですが。ジャック・ウェルチもね、5、6種が出てるぐらいですから、たくさん名言あるんですけど、その中で私が一つ、好きなのは、変化はチャンスである。ビジネスの環境って常に変わっていきますよね。特に、現代の、社会は本当に変化のスピードが速いんですけれど、今までと同じことやってたらもう死を待つだけなので、で逆に変化があったら、環境の変化があったら、それはチャンスだと捉えろっていうのがジャック・ウェルチの言い方で、その言葉は私は好きだし、自分も心がけているつもりですね。それは結構黒田社長の経営観にも生かされている部分っていうのはあるんでしょうか。黒田清子の社風っていうのは非常に堅実、よく言えば堅実、悪く言えば慎重すぎるっていう社風があって、そこは大事にしないといけないんですけれど、だけど世の中の環境がね、大きく変化している時には、それだけはではダメなので、やっぱりその環境の変化に合わせて自分たちも変わらないといけないよねっていうことは、今でも意識してますし、自分がこう経営判断する時もね、本当に今までと同じやり方でいいのかっていうのは、常に自問自答はしているつもりです。その守るべき部分、伝統として守っていくべき部分と、ここは変えていくべき部分だっていう、この判断っていうのはどういうふうにされてらっしゃるんでしょう。これは黒田清光の、企業の使命をね、どう考えるかっていうことにも関わってくるんですけれど、私が社長に就任した時に、黒田清光のミッション、企業の使命をもう一回定義しようって言って作ったミッションがあるんです。それは、精密技術を通じて世界の産業高度化をサポートする、
これが黒田清光の使命だっていう定義をしたんですね。で結構これを考えるまで随分悩んだんですけど、でこの今の、短いステートメントの中にいろんなことを私込めたつもりなんですけど、思いを込めたつもりなんですけど、黒田清光は何やる会社ですってあえて言わなかったんですよ、そこは。でなぜかっていうと、黒田清光90年以上の歴史を振り返った時に、最初はゲージというものを作ってた会社なんですけど、その後いろんな製品を作ってきたんですね。でそれはなんでそういう事業展開してきたかって振り返ると、やっぱり我々のお客様である市場自体がどんどん高度化していって、複雑になっていく、それで求められるものも当然変わってきた。最初はゲージだけあればよかったのが、もうそれだけじゃ足りない、要素部品も必要です、測定器ももっといいものが必要ですっていうふうにどんどん世の中の要求が変わってきたので、黒田清光はそれに、柔軟に対応してね、やっぱり作るものを変えてきたと思ってるんですね。でただ、ブレちゃいけない軸っていうのはやっぱり精密技術で、黒田清光が持ってる2つのコア、それは精密測定と精密加工っていう2つのコア技術だと思ってますけれど、この2つの軸はぶらさずに、この2つの技術を使って、その時代時代のね、産業が要求しているもの、それを提供するのは黒田の使命だよね。これ歴史からやっぱり私は思ったところだし、これからもそうあり続けたいっていうことで、私が社長になった時に会社のミッションをそういうふうに定義したんです。ですから、これからもやっぱりそういう意味で、いろんなものをね、開発を続けてないといけないと思ってますし、柔軟にやっぱり世の中が求めるものを提供していく、だそこはフレキシブルで変化を恐れちゃいけないなっていうふうに思ってますね。なるほど。ただ繰り返しになりますけど、やっぱり精密技術、この軸は絶対ぶらしたくない、それから創業者以来これも伝わっている言葉ですけれども、精密なものづくりは人づくりからっていうやっぱり DNA が黒田にありますので、そういう意味で人づくり、人材育成っていうこともやり続けないといけないと思ってますね。なるほど。